三田証券株式会社は東京都中央区に本社を置く証券会社である。独自路線を歩むブティック型証券で投資銀行業務に強みを持つ。TOB 代理人業務においては大手証券が経営する敵対的買収の代理人実績を保持する。同業務ではマネックス証券株式会社と提携している。ベルスマネジメント業務ではヘッジファンドやポリエチレンファンドを 個人向けにも販売している。不動産業務も行い、日本の証券会社で唯一不動産、特定共同事業者許可を受け、京都の町野菜生事業を行っている。証券業の持つ無限の可能性を追求し新たな付加価値を創造し続けるをミッションとしている。三田証券は、もともといわゆる地場証券の一つであったが、 創業家の三代目にあたる三田邦博が社長となった1998年以降、融資関連や投資銀行、ファイナンスなどの業務を中心に事業を展開するようになった。そのような中で、特に資金繰りが悪化しているなどで、経営状況が良くない上場企業に対する営業手法の一つとして、MSCB や MS ワラントなどを割り当て先に、特に有利な条件で公募し、 三田証券が割当先となる第三者割当増資を実施することで発行体企業の運転資金を確保できるようにしつつ、三田証券側も利益を得るという手法が取られた。その中でかつて協梁分野の土木建築で名門と呼ばれた桜田に対して投資顧問業者であるスピードパートナーズ経由で第三者割当増資方式の新株予約券証券を募集するよう助言し、 2012年1月27日付で新株予約券の行使価格10円という大幅なディスカウント率をもってして引き受けるということを行った。三田証券は桜田の発行済株式数の36.61%を保有する筆頭株主となった。しかし同年8月にはその保有する株式すべてを売り抜けた。 それからおよそ3ヶ月後に発行体である桜田が自己破産に至ったという経緯から最後の駆け込み寺と呼ばれるようになったという。創薬ベンチャー企業であるアンジェス MG は2015年12月期の営業損益が41億円の最終赤字となっていた。前年同期にも22億円の最終赤字を出しており、 また2016年12月期には64億円程度の最終赤字を見込んでいて、継続企業としての前提条件が揺らいでいる。一方で2015年12月期末のアンジェス MG の現預金は20億円程度で何もしなければ資金ショートを引き起こす危険をはらんでいた。さらには、それまでユメシンホールディングスや投資ファンドへの第三者割り当て増し、さらには 既存株主に払い込みを受ける来追収などの形で、資金を捻出するということを続けていた。そのような中で2016年3月25日、アンジェス MG は、リーディング証券が紹介した三田証券が、第三者割当ての割当て先となりその全額を買い受ける形で、MS ワラントを活用した約28億円の資金調達を行うことが発表した。これについて、 見た証券以外には買い受けるものが見当たらなかったのではないかという観測が一部報道でなされていた。結果的に上記の第三者割当増資で買い受けた新株予約券は2016年4月18日までに全てが公私転換され売却された。しかし、アンジェス MG の資金繰りは依然として良い状態ではないこともあり、同年8月22日運転資金や 臨床実験費用に充当する目的で約23億5979万円の調達を MSCB を発行し再度見た証券が第三者割当ての割当て先となる形で実施している。2016年頃以降当時日本の証券会では協力がタブー視されていた敵対的 TOB の買い付け代理人業務に注力するようになった。これは 企業やファンドによる経営者や投資家が企業価値の最大化へ敵対的な手段も辞さないようになったことを受けて開始したものであり敵対的 TOB に関する日本の市場観光に穴を開けた本業務は2012年に行われた PGM ホールディングスによるアコーディアゴルフへの敵対的 TOB で三田証券は PGM ホールディングスの代理人業務を務めたことが そのきっかけである。当該 TOB は失敗に終わったものの、日本経済新聞によると、投資銀行業界に三田の名前はとどろいたという。その後、2016年頃より本業部への取り組みを本格化させると、富士通がソレキアを TOB で子会社化しようとした際、対抗 TOB を行った佐々木ベジに証券講座を提供し、 この対抗 TOB を成功に導いた。M&A オンラインの調査では、2016年から2021年6月までの5年半の間でなされた敵対的 TOB 全15件のうち9件は、当社が関わったものであったという。これについて、3代目社長の三田邦博は、対抗 TOB などが出るのは、日本市場にとって良いことだと考えており、三田証券としては、 対象企業の賛同を得られない敵対的 TOB だったとしても、コーポレートガバナンスの強化等、既存株主のメリットになる案件であれば、業務受託することを基本に取り組みを加速させると、しており、その一環として、マネックス証券との間で、同社の個人顧客による TOB への応募を簡略化するための業務提携を行った。桜田の前日終値は36円であった。 発行新株総数200万株。発行価格235円当初公師価格435円。ありがとうございます。